皆さんおはようございます。カショーワールドオープン、2日目の朝です。今日は雲一つない、晴天ですね。ただ気温は、寒いです。朝 2,3 度でものすごく冷え込んでおります。おはようございます。この大会は毎年、賞金争いとシード権争いと、みんなこの大会で来年がかかっております。天気は最高です。快晴となっております。片岡大輔選手このシードで取れた取り合い取り合い映像します。おはようございます。パクサンヒョン選手。今年は優勝しているので、来週 GT カップにも出場できます。ショーン・ノリス選手、現在賞金ランキング2位です。宮里優作選手をの練習を見てます。気温はですね、朝は 2,3 度でしたが、今は太陽も出て8度くらいじゃないですかね。10度はなさそうです。結構冷え込んでおります。金争いはほぼ今平選手とノリス選手の一騎打ちとなっております。3位のチャン・キム以下はもう、2連勝優勝優勝するしか賞金王への道は残されておりません。賞金王になるのか、ショーン・ノリス。じゃあ、今週は優作さん。今週は優作さんです。そう。気が抜くでしょ。世界の優作に一緒に出してもらってますわ。いいですね。
ございます。選手、おはようございます。出まーす。現在賞金ランキング3位のチャン・キム選手です。今年のドライビングディスタンス1位ですね、チャン・キム選手。2位は幡地隆寛選手です。スコット・ヴィンセント選手、今年は結構上位に入っているので初シードを獲得します。国はジンバブエ出身の選手です。スコット・ヴィンセント、隣は竹安俊也選手、今は賞金シードの金額にまだ達してません。
今週で一発逆転を狙っております。おじさん、おじさん、おじさんは今日60の誕生日だ。あ、そうなんですか。おめでとうございます。60歳の誕生日。おじさんやってここの3人みんな向こう見てたの。みんな振り返ってた。何歳か。俺も46やから。シロちゃんも46やから。おはようございそして賞金ランキングトップの今平周吾選手、おはようございます。はい、おはよう。それ来ると無口になる。なっちゃうんですか。それ来ると無口になる。ベッピーさん撮ったらいいですか。そうですね。レアキャラなんで、この二人は。レアキャラ。レアキャラ。出没しないからね。神出鬼没の。グッドモーニング。英語で返してる。うちたちがさ、外人にさ、モーニングって言ったらおはようございますって返すのと一緒やね。確かに。向こうが日本語使ってくる。よくあるよね。ね、あるよね。暑いね。黒のユニクロなの。ユニクロ。先週寒くて買ったから。服ない。半袖しかなかった。あれ着ても怒られる。
所ではない。それはピークパフォーマンス。ピークパフォーマンス調子乗っちゃって、はい、7万円のカッパ買っちゃったついでにもういろいろ買ってしまったんですよ。露店を見つけるたび7万円の7万円のカッパ。7万円のカッパ。カッパってでも高いやん。なんかゴアゼックスのこのメーカーのいいやつがこれめっちゃいいなっつって昨日着てたんですけど、ゼロじゃない。ピークパフォーマンス、すごいよくて何万円高い。高橋さん、おはようございます。もう終わりますか。どうぞ。先生、あ、どうぞ。君こそっていいよね。知らないっす。いいんですか。レトロとでかい。ない病気の形を知る。あ、そういうやつですね。チャリティー。メンズの、ほら、治らない国が、あれそうなんていうの。特別支援なんて。難しい病気の形。ああ。なんていうの。聞いて、ピシャーと支援してくれる。レアなんかそれつけてるとなんかそのサポートしてますみたいな意思になるんですね。うん、小さいキャリーバッグですっかり定着 しました、ね。なんか移動持ち運びに楽です。うん、私がですよ、ね。私も楽やけど自分が。確かに。何だっけこれ。これはレアディジーズって言って、難病の、難病のそういう、難病の説明がすごい難しいよね。そう、今説明しようとしたんだけど、自社で集まってその日を、あの2月の最終日を4年に1回なんか変わるじゃないですか。なんてやつ、なんとかウルード氏、ウルード氏珍しいじゃないですか。ルービー、その珍しい、うん、ルービーにかけて世界中でやってる、うん、あ、その日なんだ。レアディジーズデイっていう日、2月の最後の日。みんな何をやってる。みんなで集まって仕事するわ。仕事してます。説明がね、もうちょいうまくできるようにちょっと、うん、やっぱないかんな、これ終わったっす。終わりました。即席どうぞ。どうもどうぞどうぞ。トゥックラック。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。というわけでうまく説明できなかったいってらっしゃい。北海道はマイナス10度。肩こりか。肩こりじゃん。何度ですかね。今10度、9度10度ぐらいですかね。ただ快晴で太陽が出てきたので結構あったかくなってきましたよ。今平選手は半袖で練習してますよ。近藤智弘選手は、今週で賞金シードが取れるかどうかギリギリのラインにいる選手です。ただ獲得できなくても、あの生涯獲得賞金ランキングで25位以内にいるので、来年そのシードを使うことができます。武藤俊成選手。
やめてよ。病院で3針行ったらしい。3針行った。そんな感じやね。ドライバーのヘッドを叩くの。これ誰にやったらこう叩く。ドライバーのヘッドをこっちにしようとしたら、こう刺さってるやつ。そこに。中で白いの見えたよ。中で白いの見えたよ。ここ来週出ようとした。来週出ようとした。オーストラリア帰って、どうだった日本人。ありがとうございます。さあ、それでは一周しましたので、今朝の練習場ライブはこの辺りで終了したいと思います。皆さんご視聴いただきありがとうございました。また明日お楽しみに。失礼します。